全体的には波乱の展開となりました6日間のシリーズ。最後の6名は勢いのあるメンバーが勝ち上がってきました。第34回日本モーターボート選手会会長賞、12レースの優勝戦を迎えています。この時間帯もスタートライン上では少し追い風、弱い追い風となりました水面コンディションで、スタートまでは1分を切ります。優勝戦はスタート展示同様コース争い動きはありません。連勝中といい流れで勝ち上がってきました1コースに1番の坂本博人、今年3回目の優勝をかけましての陰線。2コースは初優勝をかけて2番の照井篤人、愛知勢の包囲網をどう突破するでしょうか。3コースこちらも連勝中、準優勝戦は価値ある勝利でした3番の丹下保つ。4コース角1には今季好調4番の柳沢はじめ、好調度では1番です。そして5コースは5番の杉山博成、ダッシュ戦では常に積極的な仕掛けを見せます。そして先輩の攻めに乗っていけるか愛知5人目、6コース6番の渡辺俊介、優勝戦インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから1番の坂本、下がなく2コースから2番のテリア、内側の両者が好スタート。逃げ展開1番の坂本、まくってく3番の丹下、内をついた2番テリア届きません。逃げました1番の坂本、堂々と逃げて先頭。そして2番手には3番丹下、内から伸びてきたのは4番の柳沢、ここに加わるか。内から2番のテリアも続く展開、2番手らしい3人横に広がって2マークの旋回。さあ内から2番のテリア競りかける、4番の柳沢外を回る、3番の丹下が差し返す、この差しが届いてきています。ホームストレッチではインコースが3番の丹下、アウトコース4番の柳沢をわずかにかわしていきます。ボート半分ほどリード、この後ろ2番のテリアは4番手らしいに交代です。2番手内から先手は3番丹下、外行った4番の柳沢流れてしまった、代わって内から6番の渡辺上がってきますが、まだ4番手というところ。先頭は1番の坂本、逃げましたリードは4手身、2番手水槽3番の丹下、4番柳沢が3番手、2周に幕の旋回となります。1番の坂本は先頭がっちりキープ、盤石の体勢で優勝戦これから最終周回です。2番手が3番の丹下、そして3番手だいぶ差が開きました、4番柳沢、その後ろ6番の渡辺とは差が2手審判やや差が詰まって最後の1マーク。そして5番の杉山、愛知勢の前に2番のテリアは最高峰で、最後のバックテレチでも3番手は4番柳沢が守ります。先頭は1番の坂本博人、これが今年3回目の優勝、今年ここまで2回の優勝もイン逃げ、今回も堂々と逃げて見事人気に応えます。戸田はこれが初部位、通算では12回目の優勝。3番丹下、4番柳沢続いて、先頭は1番坂本優勝合輪、3番丹下合輪、4番柳沢合輪、6番渡辺合輪、5番杉山合輪、2番テリア合輪。